危険が潜む無限和室。不吉な霧に包まれるエッフェル塔。生存困難なブラジルの熱帯雨林。荒廃したソビエト軍事基地。MEG が放浪者に役立つ情報を提供するために運営されている大手バックルームサイトウィキドット。当チャンネルではウィキドットのレベルを多数紹介してきましたが、これはアメリカ版のみです。ウィキドットには他の言語に対応した各国の姉妹サイトが存在し、その国特有の魅力的なレベルが存在します。ということで今回は世界各国のバックルームウィキドットに掲載されているレベルについてご紹介していきたいと思います。皆さんはどの国のレベルが気に入ったかぜひコメントください。レベル 609N、ダルマさん。レベル 609N、ダルマさんは無限に続く日本の和室が広がるサバイバル難易度3のレベルです。このレベルの生き方は、レベル 500N で団地の一室に入るか、レベル 888N の人気のない道に進むなどがあります。このレベルは、襖や障子で区切られており、飾り棚や神棚が時々見られる以外は、特に目立ったものはありません。どの部屋でも一定の方角から夕日が差し込むため、時間の感覚をつかむのは難しいです。空間は安定していますが、いくつかの危険な現象が起こることが報告されているため、長居は避けるのが賢明です。レベル 609N には、2種類のエンティテが存在します。一つ目は首のないエンティテです。このエンティテは他のレベルでも見られ、中立的な存在で、放浪者に無関心です。彼らは閉じた障子や襖に向かって合唱したり、何かを探すように部屋を行き来したり、自らの首の断面を撫で続けたりします。また、首だけのエンティテを抱えたり、首の断面に乗せようとする行動も見られます。二つ目は首だけのエンティテです。このエンティテは畳の上に無造作に落ちており、動くことはありませんが、時折不気味な表情を浮かべます。右目か左目のどちらかが欠損していることが多いです。首のないエンティテによく抱えられますが、何度も首に乗せようとしては落とすため、傷だらけのことが多いです。レベル 609N では一部の部屋で振り向けると首がねじ切れるという報告がありました。また、首だけのエンティテが存在する和室で振り向くと、首が落ちるという迷信もあります。これらの現象により、放浪者にとって危険なレベルであることがわかります。このレベルの脱出方法は、振り返らずに一直線に部屋を抜けていくと、いつの間にかレベル50に移動していることがあります。レベル C、346、ベニ城。レベル C、346、ベニ城は、A、グスククと B、グスククという2つの都市で構成されたサバイバル難易度クラス、住みやすいの部屋です。サバイバル難易度クラス、住みやすいは、安全ではなく長期滞在に適していないクラスです。このレベルの生き方は、レベル11の赤い建物で壁抜け、バグするかレベル C、250の団地の隅に現れた門に入るなどがあります。このレベルは A グスククから B グスククには到達できますが、B グスククから戻ることが難しい特殊な性質があります。A グスククは最も安全な区域で、1920年代の上海のような赤レンガの家が並ぶ都市です。ここでは、中国語の方言で話す声がよく聞こえますが、出所は不明です。A グスククは一年中ネオンサインが点滅し、夜は昼の約2倍のネオンサインが見られます。天気は常に曇りですが、昼夜の変化はあります。建物は密集しており、多くの掲示板や看板があります。A グスククにはレストラン、売店、旅館、警察署などがあります。レストランは木製の家具があり、中国式の食器やアーモンドウォーターが置かれています。旅館は通常2階建てで、窓を登って出入りすることができます。ドアや窓を叩くと一時的に昏睡状態になりますが、体に害はありません。旅館の部屋は埃が多いですが、無害です。旅館のロビーは1920年代のようでシャンデリアやカーペットがあります。警察署は開放的な一戸建てで、刑務所のような構造もありますが、鉄柵は破壊できません。B グスククは A グスククと似ていますが、ほとんどが荒廃しています。建物はほぼすべて廃棄となり、
ネオンサインは点滅しています。B グスク区には廃棄された鉄鋼工場と小さな公園があります。鉄鋼工場は完全に廃墟と化し、公園は中央に噴水がありましたが、現在は雑草に覆われています。このレベルのエンティテには聖人無面霊とパーティーゴアーが確認されています。聖人無面霊は親切で、アーモンドウォーターと物質を交換してくれます。このレベルには、人々の精神と健康を守るために活動する、空の目、という組織が存在します。空の目、は MEG と協力し、うつ病や自殺の危険がある人々を助けています。オクルス基地は、この組織の集まりの場所で、建物は白く塗られ、多くの掲示板があります。このレベルの脱出方法は、A、グスク区の任意の電話ボックスに入ると、安全レベルに行くか、B、グスク区の廃棄された製鉄所に入り、レベル3にたどり着くなどがあります。レベル FR、2、逆エッフェル塔。レベル FR、2、逆エッフェル塔、はサバイバル難易度、クラス2の逆さまのエッフェル塔です。このレベルの行き方はレベル FR、7の地下鉄路線を示すポスターを切り抜くか、エッフェル塔を表すポスターや写真、画像に壁抜け、バグを行うなどがあります。エッフェル塔は通常3つのフロアがありますが、このレベルではフロアが無限に続きます。他のレベルから壁抜けバグすると、デフォルトでエッフェル塔の2階に到達します。降りると1階に行きますが、さらに降りると3階、2階、1階とループします。同じことが上がる時も起こり、2階から3階、1階、2階と進みます。フロアは似ていますが、完全に同じではありません。仲間が上がっている間に自分が降りると、出会うことはできません。塔の外は月のない夜の空で台を見ることはできません。塔は浮いているようで、天井や床も見えません。不吉な霧がレベルの上と下を覆い、3階と1階の探検が難しくなります。霧は階段にも伸び、エレベーターは使えません。階段は暗いので、懐中電灯やランタンなどの光を持っていることをお勧めします。下に降りると周囲の空気が冷え、上がると暑くなるため、生存のためには下に降りることを推奨します。探検家の話では、到着時の温度は摂氏17度から20度です。各階で温度が 0.2 度変化し、100階降りると0度に達します。逆に30度に達するには約50階登る必要があります。1階には、ルジュールエルヌというレストランがあります。ここにはアーモンドウォーターと食べ物がありますが、霧が広がっており、家具は椅子だけで、その上には釣りロープがかかっています。キッチンにはエンティテが隠れれていることがあるため、入るのはおすすめしません。2階にはショップや土産物店、バーがありますが、バーには家具がありません。3階は最も小さく、ラジオと空のテレビ放送用のエリアとアートギャラリーがあります。このレベルには、スマイラーやスキンスティーラーのような肉食の凶暴なエンティテや探検家を塔の端に引き寄せて暗闇に落とすフェイスリングの群れが生息しています。1階のレストランで他の探検家に会うことはありますが、階を移動するごとに過酷な寒気に変わるこのレベルの性質上、長期間滞在することはお勧めしません。そのためタワーから飛び降り、霧を越えてレベル7に避難しましょう。レベル PT、9、異常なフィールド。レベル PT、9、異常なフィールドは、無限に広がるサバイバル難易度クラス2の平原です。サバイバル難易度クラス2は、エンティテではない少しの環境的な危険が存在するクラスです。このレベルの生き方は、レベル PT、8の抽象的な波の落書きを直接見るか、レベル PT、6で壁抜けバフを使うなどがあります。この場所は不安定で、自然の法則がないため、多くの異常が起きます。放浪者は、空中で泳ぐ、や、地面を通り抜ける、と報告しています。また、視界がぼやけて見えにくくなります。このレベルの特徴は、ピンクの雲のある夕日の空です。昼夜のサイクルはなく、空は変わりません。このレベルには水が流れていますが、水銀が含まれているため飲めません。木や草も色が変わっていて、オレンジ、黄色、緑、紫、ピンクのものが見られます。また、気候はブラジルの亜熱帯に似ていて、
気温は10度から20度です。空気の湿度は高く、80% から 90% です。14日から15日ごとに激しい雨が降りますが、この雨水も飲むことはできません。放浪者が 10km 進むごとに、小さな家が見つかることがあります。この家は木でできていて、入るのは危険です。床が不安定で、放浪者が床に沈むことがあります。家の中には、ランダムに配置されたドア、冷蔵庫、ベッド、トイレ、テーブルがあります。レベル PT9 は全方向 2000km 広がっています。レベルの周りは巨大なドームで囲まれており、このドームを越えるのは困難です。それでも越えた放浪者は、環境がさらに不安定で奇妙になると報告しています。ドームの外では風景の色と位置が変わり、長く滞在すると幻覚を見たり、声を聞いたりします。これらの幻覚は過去のトラウマに関連し、声は愛する人に似ています。レベル PT9 には自然の法則がないため、多くの異常があります。例えば、電子機器はここに来るとすぐに動かなくなります。これはレベル PT9 の磁場が原因とされています。また、音がこもって聞こえにくく、視界がぼやけます。さらに、物体や人が物理的な障害を感じることがあります。時には、重力が変化したかのように、空中で泳ぐ、こともできます。レベル PT9 には物理的に不安定なため、基地やコミュニティを作ることは難しいです。しかし、MEG は異常を研究するために頻繁に遠征を行っています。単一の遊牧民グループも存在します。このグループは、仏教の僧侶によって形成され、水銀を含む水を飲んでも平気な肉体を持っています。グループのメンバーは90歳から120歳で、チベット仏教の理想を持ち、最大10人で組織されています。唯一の脱出方法は、放浪者をランダムなレベルに連れて行く気で壁抜け、バグすることです。レベル A25、最も一般的な軍事基地。レベル A25、最も一般的な軍事基地は、サバイバル難易度クラス、放棄されたのソビエト軍事基地のコピーです。サバイバル難易度クラス、放棄されたは、相対的に安全だが、不安定な空間でエンティティが不在のクラスです。このレベルの生き方は、レベル3のエレベーターのロープが壊れて高速で落下し、無事に着地するか、サブレベル A2.1 でフロアハッチを開けて降りるなどがあります。このレベルは水平な空が石のブロックで覆われています。しかし、レベル自体はなぜだか明るいです。このレベルには古くて壊れた装甲車や航空輸送機がありますが、どちらも使えません。さらに、兵舎、倉庫、建物、格納庫が点在しています。このレベルは非常に不安定で、環境の認識が歪むことが多いため、迷子になりやすいです。このレベルは建物の入り口と出口の位置を変えることがあります。例えば、格納庫のドアに入ると、キャンプテントに出ることがあります。この場合、元の通路は消え、戻れません。このようにこのレベルでは数時間ごとに物体や出入り口が動き出す謎の現象が起きます。この間は動きが終わるまで待ち、部屋の間取りをビデオレコーダーで記録することをお勧めします。ビデオの記録は、レベルの本物の出入り口を見分けける助けになります。レベルは3種類の場所から成り立っています。まず、格納庫です。ここでは壊れた装甲車が見つかることがよくあります。次に、バンカーと倉庫です。これらは稀に見つかりますが、供給品が多くあり価値があります。倉庫にはアーモンドウォーター、弾薬、武器、食料、薬品などが入っています。倉庫にはアラームがあり、起動すると近くの地雷が作動することがあります。このレベルの脱出方法は、格納庫に滅多に現れない軍用バスに乗ってレベル147に移動することができます。また、格納庫の裏口から出ることでレベル A26 に行くことも可能です。